緊張した面もあったんですが、冷静にいけて、木下さんがずっとリードを明確にリードしてくれたんで、すごく助かりました。ゾーンに投げ込むっていうのがもう今日ずっと考えてて、テンポよくしっかりゲームを作れたらなと思ったんで、それ今日できたんでまだ良かったのかなと思います。人生であんなにお客さんの前で投げたことがなかったので、それもいい経験かなと思いますし、一軍の選手と対戦できたのも一ついい経験になったと思います。これを経験と生かして次はどういう投球に生かしていきたいでしょうか。そうですね、自分の持ち味であるまっすぐでしっかりコントロールよく投げてコースに投げ分けて、相手を抑えれたらなと思います。まっすぐがある程度通用するぞというのは感じることができた今日のイニングだったんでしょうか。まだまだですね。これからもっと体力をつけて、力をつけて、もっと簡単に抑えられるようなピッチャーになりたいです。
で、まあ、1イニング与えられたんでしっかり3人で抑えようと思って投げてました。手応え感じたマウンドだったんじゃないでしょうか。手応えは感じれました、はい。まあ、やっぱストライクゾーンで勝負しないといけないピッチャーなので、まずはストライクゾーンで勝負できるっていうことを、まあ、アピールしようと思って投げてました。ってことはそのアピールはもう大成功ですね。そうですね、今日は、はい。いい結果出た選手、ね、うまくいかなかった選手、まあ、これは当然いるんですけども、まあ、その中で今の段階ではもちろんこれから競争が、ね、どんどん入っていく中で失敗すればまた練習して、ね、次できるように、まあ、そういうふうにこうずっと継続してやっていけばいいのかなと思ってます。今日お客さんが多い中での石川選手の一発は、ね、監督もこの間の直接指導もあったこともありますけども、いや、まあ、今やろうとしていることを、ね、今度は試合でできるようにということでやってるんですけど、まあ、うまくいかないときと行くときがあるんですけども、まあ、今日は、まあ、結果が出れば、ね、またいい方に行ってもらえばいいなと思いますけど、まだまだ、ね、後の打席が見送り三振とか、ね、まあ、いいところも悪いところも出たと思うので、まあ、それを本人がしっかり感じながら、ね、これからも練習していけばいいのかなと思います。